ホセイン・デ・フラビー、ホセイン・デ・フラビーは、イランの作曲家、テヘラン出身。テヘラン音楽院で、ホセイン・ナセヒーに、西洋音楽を学ぶから、アボルハサン・サバーに、イラン音楽を学んだ。その後、1957年から1967年まで、芸術賞還元楽団の常任指揮者を務めた。また、テヘラン音楽院の教授も務め、アレクサンダー・ラハバリラを育てた。 1992年には、約70人のイラン民族楽器の奏者を集めて、民族楽器オーケストラを設立した。作品には、民族楽器とオーケストラのための作品、声楽とオーケストラのための作品、合唱とオーケストラの作品、3つのオペラなどがある。サブクブルコンポーザーホセインデラビパセズアウェアット92、テロンタイムズ HTTPS、www、 テロンタイムズドットコム、ニュース、44万1199、サブクブルコンポーザー、ホセインデラビパセツアウェイ、アットマイナス922019年10月17日、閲覧。ありがとうございます。